皆さんこんにちは。失敗吉田です。A boss and a babe. 一話感想。今作は、Enchanté にてカップル役を演じた、ジーラ・チャポー・シーサングさんと、カシデット・プルーク・ポーさんの最主演作。前作では幼馴染の大学生役だった彼らですが、今作ではフォースさんは会社のボス、ガンガミン役に、ブックさんはインターン生チェ役となっています。共演に、The Shipper。Enchanté The Warp Effect などに出演していたプーシット・ディタピシットさん、 Theory of Love Together などでおなじみのチンダット・シリポン・チャワリットさん、1話時点ではまだ登場していませんが、 Cause You're My Boy Together などに出演していたサッタ・ブット・ラディキさん、監督が Love by Chance Until We Meet Again などでおなじみのシワット・サワット・マニークーさんであることから、カフェの店員役にセラット・フームプーサワットさんが出演していて、個人的に嬉しくなりました。1話のあらすじを簡単に紹介すると、チェはインターン先であるゲーム会社に、現在インターン先に勤めているジャックと共に行くことに。インターン先のボス、ガンガミンは冷徹人間と周りから恐れられており、インターンを無事に終わらせたければ彼には近づくなと周りから忠告されるも、チェは無邪気な心で彼に近づいていく。そんなチェの行動に周りはヒヤヒヤするも、チェはガンガミンからの叱責などはされず。実はガンガミン、チェが運営する ASMR チャンネルのファンだったのだ。それからというもの、夜に電話をしたりと少し距離が近づく2人。果たしてチェは無事にインターンを終えることができるのかという内容でした。まずフォースさん、スーツ姿とても似合ってますね。前作が大学生役だったので、スーツを着てボス役なんて合うのかなと思っていたのですが、奇遇でした。フォースさんの演技の振り幅に驚くと同時に、素敵な役者さんだと改めて知れて嬉しくもあります。ブックさんのどこか憎めなくて赤ちゃんのような可愛らしさを持つチェというキャラクターも彼にぴったりですね。ガンガミンとチェの電話シーン見て、ネクタイを外してみたり、いつもと違うものを飲んでみたりと、少しずつ殻を破ってみては、とチェに言われたことを翌日、素直に受け止め、ネクタイをしてこなかったガンガミンですが、チェに気づいてもらえてなくて、少しかわいそうでした。チェよ、気づいてあげて。1話からテンポが良く、吉田的には好きな作風の工作。早くも次回予告にて、キスしそうな感じの映像が流れていましたが、寸止めパターンでしょうか？それとも、本当に。皆さんの感想もぜひコメント欄にて教えてください。最後まで見てくださりありがとうございました。